あ、こっちにあるね、箱が。I need you to blow this fence. I'm on it, sir. Setting charges now. 多分仲間がしてくれるのか。あ、そういうこと。あ、なんか仕掛けてる。そんなため息ついて。変えた。カバー、あ、カバー、カバーしろって。ちょっと弾がないから、ね、ちょっと上上がってね。あ、ここ弾ある。おーし、取った。いや、弾なかった。 あったあった、ごめん、うん、どこや、こっちから。あ、いるね。うん、あれ、なんだ。よし。おお、当たらん。ああ、また。またこいつか。あ、弾切る。ほい。後ろ。来てる？あ、来てる。ああ、うん、ちょっと、もう、ナイフでいこう。よし。おお、さすが。あ、なんかグレネード持ってる。あ、また来た。よし。おーおーおお。何や、でんぐり返しして。おりろ。よし、ちょっと。あれ、ここだ。一人どこだ。あ、こいつか。あ、近い、近いよ、近いよ。あ、これ違う。よし、これ私だ。キョコさんだった。ずっとキョコさん追いかけてないので。ほらほら、死ね死ね。どこから撃ち取るの。わあ、おおおおお、なんでレンガリ返しして。お、わあ、どこ、後ろ後ろ後ろ、あ、こっちか。あれ、どこ。あ、全部、全部完了です。了解。え、よいしょ。ほう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 、ギリギリだ。そういえばヒールは大丈夫？うん、いや、もう取れた。取れた。外出先でヒールが折れたんだっけ。そうなんです。折れました。で、スリッパで帰ってきたんでしょ。そう、あの、今日、あの、あれだよ、卒業式だって、娘のね。うんうんうん。で、たまたまそういう行事の時にスリッパを持っていかないとダメだから、自分たちで。あー、そう、はいはいはい。体育館の中とかスリッパ自分たちで持って行って履くんだけど、うん、そう、で、日頃履かない靴だから、そんなにちゃんとチェックもしてなくて、うん、で、そう、行きし、雨だったか歩いて行ったのね、20分ぐらい。うん、で、帰りも歩きだなと思いながら、で、帰り歩いて帰ってたら、なんか、うん、グキーって言って、足グキーってなって、うん、パーって見たら、うん、ほっきり折れてたの。あれが。え？ヒールが。え？丸、丸、丸。ヒールが。ヒールが。うん、
わーと思って、で私ヒール日頃履かないから、あ、普通に履いてるだけでも足痛かったのに、わーこれないわーと思って、うん、でそれでも頑張って帰ってたんだけど、うん、靴ずれしちゃって、うん、もうこれ裸足で帰った方がマシやと思って、最初裸足で帰ろうと思ったの、うん、であ、まあで、あ、まあまあいいわと思って黒いタイプ、あ、あ、あ、落ちた。え、なんで？わかんない、私は。あれで出てこなかったよ。あ、自分で上がんのかな、上に。あれ、なんか俺出ちゃった100円さんかな。なんか100円さんも死んだ気がする。こ、同じ死に方して。あ、そうだ、自分で上がるんだ。で、黒いタイツ履いてたから、あ、みんなブーツ履いてると思うかなとか思って、まあ、大丈夫かなと思ったら、子供と一緒に帰ってきて、ね、子供が、あ、それスリッパあるやんって言って、あ、ほんまやって言って、最初は子供のスリッパっていう頭もなかった、子供の上靴履こうとしてて、でもスリッパの方が私の足に合ってるなと思って、うん、スリッパ履いたらめっちゃ歩きやすかった。歩きやすかったんだ。歩きやすかった。え、でもさ、雨だとさ、あ、そうなんだ、じゃあもうスリッパもあれなんじゃないの、うん、もうぐっしょぐしょだよね。ぐっしょぐしょびっちょびちょだったけど、でもあのヒールが苦手だからすごい、うん、スリッパのペタンペタン感がすごい楽だった。でもあれはあれでさ、うん、靴ずれっていうか、靴ずれはないけど、なんていうのかな、なんかならない、ずっと履いてるとさ、え、スリッパ、うん、スリッパならない。あ、ならない。 え、うん、え、っていうかグリさんのとこってさ、うん、学校とかってさ、うん、規定のなんかスリッパとかだった？え、私、うん、高校の時ってね、うん、スリッパだったの。え、学校の指定の上靴っていう、上靴がスリッパなの。うん、うん、え、そうなの。そう、なんか理由は、なんかスリッパだったら廊下とか走れないでしょ、だから。ああ、それで、うん、そんな、そこまでするぐらい走る人多かった。めっ、あのね、ちょっと結構ね、個性的な人がたくさんいる学校で。あ、そうなんだ。そう、ほとんどね、ファッション関係とか、あと、あー、そこには助けに行けない、ちょっと待って、やばい、そうだ、どうしよう。あ、その周り敵いない？あ、死んだ。砂にやられた。え、ここどうすればいいの？あ、そこ私が一応助ける、ここ今行ってるとこからスナイパーで助けるの、うん、あ、そうなんだ。え、この戦車は俺が、うん、そう、なんかする間私がその、うん、サポート、うん、で隊長が頑張るの。あ、これ隊長や。どこや、どこにいる、どこや、あ、いた。あ、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 なんでかな、ダメじゃん、これだ、当たってんのかな。どこ、おおおお、どこにいるの。グレネードとか聞くか。うわぁ、そんな、どこだ、上か、上、上、上にいるね、上、上、え、これ食らってないね。え、上、いや、戦車の後ろ、後ろ、ちょっと一回下がろうか、これ戦車の後ろ。あお。後ろ？上？後ろの上。
見えない？そっからだ。ちょうどね、トンネルあるでしょ、うん、で、トンネルのさ、上にさ、なんかあ、タンクローリー狙えってことね。おーおー、ナイス。ありがとうございます。頭切れた。なあ、弾全然ない俺。ちゃんと喋りに夢中で聞いてなかった。あ、拾った。オッケー。よし。まあ、スキルとか全然俺何もやってないな、そういえば。うん。あ、砂死んでないな、あんな爆発。ああもうやめて。上？上に。よし、倒した。あと合流する。どこ行ったい？え、パートナーと合流するって何？あ、こっちか。あ、このはしご登るのか。でもね、スリッパでね、結構歩いたんだけど、うん、誰も変な目で見ないの。別に色味もせず。なんでだろう、それ。わかんない。ちょっと悲しかった。でもあったかい街だなと思って。ああえて気づいてるけど、あえてこうもう別に触れない。いや、それはね、うん、優しいね、うん、すごく前向きな考え方だ、うん、素晴らしい。その写メをお姉ちゃんが撮ってくれてるんだけどね。確かにそれアップできなかった。いや、思い出だよね、でもそれもね、うん、ちょうど卒業式っていうね。そうそう、うん、一応ランドセルはしょってみたかったからしょったけど。しょってたね。今のランドセルすごいんだよね、すごいフィット感。あ、そうなんだ、うん、俺らの頃って結構、うん、痛かったよね、なんか。痛いし、蒸れるし、うん、そうそうそう、ほんと肩とかにね、食い込んで、肩めっちゃ靴ずれみたいになったりしてた。うん、余ってんのね、今。まあ、もうほんとすごい、フィットしてた。だって色とかもさ、昔なんてね、赤と黒しかなかったけど、今いろんな色あるじゃん。ある。で、うん、A4 とかも入るさ。やめて、知ってる。そう、コマーシャルで見た。ああ、そうか。今やってるの。正月過ぎたら、そういう。あれ？あれ？これどうやって行くんだ？あ、分かった。こっちかな。よいしょ。なかなか合流できません。すいません。あららら。あれ、こっちじゃない。ああ、でも高いんですよね。ああ、それやっぱ昔と。うん。あ、こっちか。昔からね、うん、うん、まあでもそ安いのとかもあるけど、うん、うん、まあでも自分で買わなかったら。あ、合流した。合流しましたね、うん、え、今いくらぐらいすんの？今は39,000とか。わお。普通のランクで。に、なんかそういういろんなこうどっかが出してるとかっていうとこやつやったら29,000とか、うん、2万までとかであるけど、その昔からあるその業者さんのやつとかだったら、うん、まあまあそこそこする。5万、まあ5万ぐらいとかする、うん、まあでも6年間使うからね。で、本革だし、すっごい持つしね、毎日使うもん。でもやっぱりさ、それはさ、うん、下のさ、うん、ね、ここに引き継がせるっていうのは、ちょっとそれはやっぱかわいそうだね、うん、そう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 、ね、やっぱこう新しいの、うん、欲しいよね。そう、まあでも置いとく、まあ、なんだろう、ピンが戻るまでここを死守って。あと、なんだろうな、あー、やばいやばい。おーおー、何？あ、アイコン？ん？あ、違う。おー、何？え、もしかして捨てた？やめて。え、何？
あれ誰かいっぱい降りてきてるけど。降りてきた。あ、敵か。ああ。でもね、真ん中の子のほんとやんちゃぶりがすごくて、うん、もうお姉ちゃんが6年間使ってるのに、まだ今真ん中の子3年生なんだけど、もうね、入学式の日になんかね、線なんか、うん、デザインでついてる線みたいな紐がね、もうベローって取れちゃって。え、入学式、入学式の日に、あの桜が咲いてたのね。で、桜の前で写真撮ろうって言った桜の木に登り出して。すごいいい写真で撮れてるんだけど、うん、でももうちょっと悲しくて、一日入園、ね、入学式でそれかと思って。うん。いやー、ちょっとそれもったいないね。もったいない。だから、そう、初日、そっちの子の方が6年間使ったランドセルより汚いって。え、でもそれは、うん、今どうなの？3年生になって、うん、結構、桃もボロ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 、うん、だから、お姉ちゃんがピンク使ってて、うん、弟が、うん、あの、その黒、普通の黒使ってるんだけど、いや、もうそれ壊れたお姉ちゃんのピンクしょっていってなって言って。それプレッシャーだね。プレッシャーだからキレイク使うかなと思って。やばいやばい。うわー、もう何ここ、もうショットガンが欲しい。投げよう。わー、バイバイ。ええー、おら、突っ込むぞ。おい。死んだ。死んでない。死んでない。あ、来た来た。何何何何、これどうしたらいいの？急げ。全員退避、急げ。走る、走るの？走る？あ、向こうに走るの。なんか、ああ。やばいやばい。誰？どこどこどこ。はいはい。あ、京子さん結構進んでたね。あざーす。はい。あっち行こう。はい。あと一発食らったら死んじゃう。退避、ここ。あ、ここに退避する。あ、ギリギリまで引きつけるぞ。あー、こいつ、いやー、めて。ほら、大丈夫。お、いけたか。来てさ、うん、その小学校にね、うん、入るときにランドセル買ったけど、うん、俺小5からさ、うんうんうん、来たから 2年間だけだったんだよね、うんうん、だからすごいね、もったいないなと思って。そうだよね。うん、結構大事に使ったからね、うん、あの卒業式の時まだ全然ピカピカだったんだよね。そうだよね。だってさ、5年生、2年間って高学年の2年間でしょ。うん、じゃあ全然ね、もうだってさ、4年、3年4年ぐらいまで、あ、チェリーだ。おお、3年4年ぐらいで一番やんちゃだもんね。うん、それぐらいまでが。How do you know that? Claire. Wait. Are you Chris? My sister's told me all about you. Chris.The man is a wanted insurgent. Yes, he's a mercenary, but right now he's under the protection of the U.S. government. He's no threat to the BSAA. Let someone pay me to be. Just say. What? Nothing. HQ to Alpha Team. Reinforcements are unable to land due to anti-aircraft artillery.あ、また。え、あいつか。うん、
巨人兵だ。何この登場の仕方。退治のポーズ。なんか手にはめて。いやー痛い。ああ痛い痛い。ストラップみたい。でもご飯食べた横の穴からいっぱい汁こぼれるやろな。細かいな。確かにそうだけど。これどっか登った方がいいんだよね。登れるところ。あるね、登れるところ。Out of the question. You need to get the safety.なんかね、ピンが爆発するの、見てるの。爆発させる？ピンがなんかね、今私いるけど、この武器か装置かなんかを爆発させるのに、ここ、よいしょ。あ、いるね。うん。なんかするみたい。あれ？どうやって階段があった。階段、うん、やばい。おお、なんだ、来るな。はい、どこだ。え、俺、私か、私だ。ちょっと待って、どこだ。あ、やばい、俺何やってんの。俺ここか。突っ込んじゃった。足の間通り抜けるかなあ、なんでこんな時に銃ないねん。よし。あー、これさよならか。あかん。このメーターなんだろう。これいっぱいになると、あ、なるほどね。ないわ、銃が。あ、ごめん、ないわ。あ、で、あれ、あー、ここか。 OKOKOK、 よいしょ。回復薬。おお、なんだ。あ、ごめんなさい。はーい、きついね、ここ弾が少ない。やっぱレオン編はあれなのかね、もう一番最初の、だいたいね、多分みんな一番最初にやるやつだから、ちょっと簡単になってんのかな。いや、でも簡単になってるね。だって弾とかもさ、いっぱい拾えたじゃん。もう全然ないじゃん、これ。ないわ。V さん、こっち取った？こっち取った？うん、取った。オッケー。